令和6年1月1日、小積山の山頂まで登り、みんなで初日の出を見るイベント、第21回小積山元旦登山を開催しました。前日は雨が降り、天候が心配されましたが、当日は暗いうちに9箇所ある登り口から徐々に山頂へ参加者が集まり、約150人が初日の出を待ちました。午前6時50分過ぎから周りが明るくなり、8時22分に登った綺麗な初日の出に思わず歓声が上がりました。創造の森委員会の中川委員長の万歳三唱や今井千野市長の挨拶があり、素晴らしい、日の出、初日の出、でみんなで、茅野市が元気になるように、そしてどんどん登っていくような、そんな年になればと思いますので、今年1年みんなでまた頑張りましょう。暖かい日に包まれながら新年の集まりをお祝いしました。大変ありがたく思っております。大勢集まっていただきましてね、どうぞ皆さんですね、この小積山に登っていただいてですね、自然を楽しんでいただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今年は7月に赤ちゃんが生まれる予定なので、頑張りたいと思います。結婚したばかりですけど、幸せな家庭を築きたいと思います。平和で穏やかな一年になればいいなと思います。大学生になって県外に行くので、たくさんのことに自分から挑戦できるようにしていきたいです。